日本の仏教。日本の仏教は、日本初期によれば、西暦552年に、くだらよりもたらされた。約8470万人が仏教徒であるとされる2013年統計。現代では仏教と神道は区別されることが多いが、幕末までは、仏と神を一体で不可分とする神仏集合の時代であった。伝統的な仏教の宗派としては、 華ゴ宗、宝法省州、立州、新言宗、天台宗、日蓮宗、浄土宗、浄土真宗、有数念仏宗、寺州、総統宗、臨済宗、大幕宗の13州がある。文化庁の宗教年間の統計によると、現在の日本の仏教との大半は、いわゆる鎌倉仏教に属している。浄土集計。 浄土真宗の宗派と日蓮宗系の宗派が特に大きな割合を占めており、大乗仏教が特に多いと言える。日本には約7万5千の人員、30万体以上の仏像が存在する。日本最古の漢字である四天王寺、世界最古の木造寺院である法隆寺があり、最古の仏典古文書も日本に存在する。日本は2013年の統計では、 約8470万人が仏教徒であるとされる。一方、現代の日本人は特定の信仰宗教、宗教観を持っておらず、自らを仏教徒と強く意識する機会が少ない人も多いが、ブリタニカ国最年間の2013年度版では99%の日本人が抗議の仏教徒とされている。日本の仏教には数多くの様々な宗派が存在する。 十八宗と呼ばれる十八の宗派は、三論宗、宝正宗、華厳宗、律宗、久者宗、常実宗、天台宗、真言宗、有数念仏宗、浄土宗、臨済宗、総統宗、統宗浄,土宗浄土宗、日蓮宗、自宗、福家宗、大爆宗、主元宗である。一九四十年の宗教を団体法公府以前には。 いわゆる13州56派が公認されていた。13州とは、下言州、法省州、立州、新言州、天台州、日蓮州、浄土州、浄土新州、有数念仏州、自州、総統州、臨済州、大幕州である。同方交付後、これら13州56派は28州派に再編され、第二次大戦後はさらに分派独立したものが多いが、 伝統仏教の十三宗の系譜はいずれも現代に引き継がれている。ここでは、いわゆる伝統仏教十三宗の宗祖と本山を記載する。それ以外の宗や派、比較的近年に成立した仏教系の新宗教については、それぞれの項を参照。なら仏教系、なんと六宗系、平安仏教、平安二宗系、密教系、北系系、 鎌倉仏教北家系、浄土系、鎌倉仏教浄土系、禅系、鎌倉仏教禅系、禅宗系。日本書紀によると、仏教が伝来したのは、飛鳥時代552年、金明天皇13年に、九だの聖王、聖明王により釈迦仏の混同像と、教論他が献上された時だとされている。しかし、現在では、上宮、聖徳法王定説。 聖徳太子の伝記の、心差し天皇よ土の絵馬年10月12日、や、元号寺が乱演儀、元号寺の成り立ち、変遷を記述したものの、天国安春期広庭天皇7歳土の絵馬12月、お根拠に538年、土の絵馬年、戦火天皇3年に仏教が伝えられたと考える、人が多いようである。歴史の教科書には、こちらの年号が載っている。 詳細は仏教講伝を参照。仏教が伝来した際に次のような騒ぎが起こったと日本書紀に書かれている。金明天皇が仏教を信仰の可否について軍心に問うたとき、物の部を越しと中富の鎌子ら、新党勢力は仏教に反対した。一方、蘇我稲目は西の国々はみんな仏教を信じている。日本もどうして信じないでお礼ようか。 西番諸国一海兵の豊か秋日本兄独世なりとして仏教に帰依したいと言ったので天皇は稲目に仏像と教論他を下げ与えた。稲目は指定を寺として仏像を拝んだ。その後、薬病が流行ると、おこしらは外国から来た神、仏を拝んだので国つかみの怒りを買ったのだ。 赤日不主神慶松室各病死今不演出家もまた必ず問う喜びをば野党基金救護服として寺を焼き仏像を南場の堀港に捨てた。その後、仏教の可否をめぐる争いは、物延部起こし、蘇我稲目の子供たち、物延部森屋と蘇我馬子の第二まで持ち越され、陽明天皇の後継者をめぐる争いで物延部森屋が滅亡されるまで続いた。この戦いでは、 聖徳太子が孫側に参戦していた。聖徳太子は四天皇に願をかけて、戦に勝てるように祈り、その通りになったことから、摂津国に四天皇寺、大阪市天皇寺区を建立した。孫も諸天皇、大和王たちに願をかけ、戦勝の赤月には、諸天皇、大和王のために児童を建てて、美法を広めることを誓った。このため、孫は、宝光寺、別名安家寺、 奈良に移ってからは、元号寺を混流した。聖徳太子は、北ッ行、結イ行、シ万行の三つの教の解説書、三教義書を書き、十七条憲法の第二条に、厚し、厚く組法経営三法とは、仏の理像、法師なり、特計三法三法社物法像なりと書くなど、仏教の導入に積極的な役割を果たした。この後、仏教は、 国家神護の道具となり、皇室自ら寺を建てるようになった。天武天皇は、大寛大寺、後の大安寺を建て、自と天皇は薬師寺を建てた。このような動きは、聖武天皇の時に頂点に達した。中国や日本では、仏教の発展に伴い律令法の中に、僧二の統制、仏教そのものの統制ではないを定めた、法令、僧二令が導入された。 だが、中国では、仏教の出家が、家の秩序を破壊するなど、儒教論理に合わないとされ、迫害されたのに対し、日本では、沈語国家の発想のもと、総二例や総合、土調制度が導入されて、官僚組織の一員まで化したのは興味深いことだと、言える、僧城、総図などは、律令制で定められた総刊。最も,もこうした統制について国家が混流した漢字と、 それ以外の貴族や民衆によって建てられた民間寺院、寺とでは温度差があった、ともされ、後者に対する統制がどこまで行われていたかについては意見が分かれている。こうした、なんと六州衆と呼ばれた、三論衆、常実衆、法省衆、苦舎衆、立衆、華厳衆などが大勢を極めた。また、聖武天皇は位を後見天皇に譲り、出家した。 聖武は、妻の孔明皇后の影響から信仰に厚く、国分寺、国分山寺の建造を命じ、山和の国分寺である東大寺に大仏を建造した。出家した聖武上皇は、美保の奴とまで称した。仏教が定着するにつれて、実は、日本の神々も仏津が化身として現れた権限で、あるという考えである、本寺衰弱説が起こり、様々な神の本寺、 仏つが定められ、心臓が僧侶の形で制作されることがあった。しかし、仏法が盛んになってくると、今度は戒律などを無視する僧などが増えたりしたため、聖武天皇の時代に元神が招かれた。元神は東大寺に階段を設け、僧侶に戒を授けた。聖武天皇も元神から戒を授かった。元神は東昇大寺を建立し、そこに住んだ。 その後これら寺院軍は政治に口を出すようになった。桓武天皇は彼らの影響力を弱めるために平安系に千とし、空海及び最長を遣唐使と共に中国に送り出し、密教を学ばせた。新しい仏教をもって奈良の旧仏教に対抗させようとしたのである。最長、天台宗、空海、新言宗には、 それぞれ比叡山と高野山を与えて寺を開かせ、密教を広めさせた。平安時代中期は、釈迦入滅の2000年後にあたる。消防の1000年、造謀の1000年の後、仏教が滅びる暗黒時代、すなわち、末法の世が始まったと考えられた。末法の世にはどんなに努力しても誰も悟りを得ることが、できない。国が衰え人々の心もすさみ、 現世での幸福も期待できない。このような人々の状況から、ひたすら来世の幸せを願う、浄土信仰が流行した。貴族も、阿弥陀仏にすがり、極楽浄土に迎えられることを願って、雷豪図などを盛んに描かせ、その究極として、宇治の地に平等院を建立した。その法王堂の姿形は、まさに極楽の阿弥陀仏の宮殿、空殿を模したものである。だが、 平安時代末期に入ると、社会不安が増大し、広大な所領の持ち主であり裕福であった。大臣委員は盗賊などに狙い入れる、危険性が高くなった。そこでこうした外部からの侵入者から防衛するために、僧侶や信徒が武装したのが僧兵である。だが、次第に僧兵そのものが、勢力拡大のための武装集団と化し、対立集派。 寺院への攻撃や朝廷への豪祖などの武力行使を行う集団として社会の不安要素の一つになっていった。また寺院内に石垣や堀を巡らせる等の一種の城塞化を進める寺院も現れた。鎌倉時代に入ると全時代末期からの動乱で仏教にも変革が起きた。それまでの仏教の主流が鎮護国家を標榜した国家や 貴族のための儀式や研究に置かれていたものが、次第に民衆の救済のためのものとなっていったのである。主として、永山で学んだ僧侶によって、仏教の民衆化が図られ、新しい宗派が作られていった。これらの宗派では、それまでの宗派と違い、難しい理論や厳しい修行ではなく、在家の信者が生活の合間に実践できるような、優しい教え、異様が説かれている。 これらの中には、南無妙法蓮華行と唱えることで救われるとする、日蓮宗、南無阿弥陀仏と念仏を唱え続ける、商名を念仏ことで救われるとする浄土宗、浄土宗からさらに踏み込んで、善人な表往生を、水愚、違反や悪人をや、善人、自力左善の、ものイコール阿弥陀仏を頼りとせず、自分の力で、善根苦毒を積んで悟りを開こうとするものでさえ、王、できるのだから、 悪人我々のような煩悩を不足のように身に、まとった者が往生できるのは言うまでもないことだという、悪人正気の教えを説いた、浄土真宗、一行僧、踊りながら、念仏を唱える有数念仏や自習があった。このように、鎌倉時代には乱立とも言えるほど、新しい宗派が誕生した。これらの宗派は、定着するまで例外なく、既存の宗派に弾劾されたが、同時に、 九州派の革新も引き起こした。弾崖の中でも、日蓮宗の日蓮は過激なことで知られ、他州を非難し、五大目を唱えなければ、国が滅ぶと言い,い、幕府に強く弾圧された。しかし、民衆に浸透し一般化すると、この弾圧も次第に沈静化していった。鎌倉時代は、武士が貴族から権力を奪い、力を着々とつけていた時代でもあった。 この時代には、臨在宗と創道衆という二つの禅宗が相次いで中国からもたらされた。力をつけつつあった武士に好まれたことから、鎌倉などに多くの禅寺が建てられ、大いに栄えた。この代表的なものを鎌倉御尊という、また、古刊試練が仏教史書である原稿釈書を表した。さらに従来の仏教の間でも、 現状を批判する動きが高まってきた。特に立州や、そこから派生した、新言立州などでは、社会事業などに乗り出しながら、民衆の救済に加わるだけではなく、自ら国家の指定した会談を拒否して、独自の受会儀式を開始するなど、新しい宗派よりも、革新的な動きすら見せた。1333年に、鎌倉幕府が滅亡し、南北朝時代から、 室町時代には政治的中心地は京都に移る。鎌倉幕府滅亡後に五代醐天皇により兼務の申請が開始されると、五山は鎌倉から京都本院に改められ、京都五山が成立する。足利高氏が京都に武家政権を成立させると、以前から武士に人気のあった前宗の五山が定められ、臨済宗は幕府に保護される。室町時代の初期には、 南禅寺などの禅宗と旧仏教勢力の延暦寺などの天台宗は対立し初期の幕府において政治問題にもなる。また、高氏の天竜寺戦の派遣に協力した武装、祖籍や弟子の春国明派は政治的にも影響力を持ち、彼らの弟子像が三大将軍の足利義光時代に中国の明朝と日民貿易、官豪貿易を開始する際には、 外交問いにもなる。このような武家と仏教界の接近は、貴族文化及び武士文化に影響を及ぼし、吉光の時代の録音寺、金閣寺など、北山文化や足利義政時代の自称寺、銀閣寺など、東山文化に融合の後を売ることができる。室町時代の文化には仏教に影響された、水木が、書院作り、茶の湯池花、枯山水の庭園など、 後世に残る多くの作品が生まれた。また、寺院の中には、安定した収入を確保するために、所要からの収入や指導線、供養料などを元手に金融業に進出するところも、あった。また、当時城塞化が進んでいた寺院に資産を預ける、人々もおりその資産も、元手となった。しかし、小売での貸し付けに耐えきれなくなった人々が、特性一家を引き起こし、寺院が、 その攻撃の対象となることもあった。総統州は地方や庶民の間で影響力を持った。京都の都市商工業者の間では日蓮州が普及した。ちなみにこの時代の布教者としては浄土新州の蓮女や日蓮州の非親などが有名である。応仁の乱後になると治安の悪化とともに宗教勢力も武力を強めた。北家州による 山品本願寺や木打ち、天台宗による天文北家の乱など、過激派宗教団体による宗教戦争も起こった。中でも加賀国一揆等の一行一揆は守護大名の富樫氏を滅ぼし、約80年にわたって国を支配した主に朝税権と裁判権。石山本願寺などは、さながら大名館のような強固な組織となり、彼らの勢力は守護大名を及び、 戦国大名が国を統治する上で何らかの対応策を取ることが必須となるほど大きく、大名の多くは妥協の道を取った。しかし、終わりの戦国大名、織田信長は、天下不武という方針の下、実力対抗してくる、宗教勢力を徹底的に討伐した。延暦寺焼討ち、長島一向一揆、石山合戦などが有名である。また、信長は、 日蓮宗の宗と浄土宗の宗との衆論を主催した安土衆論。結果、浄土宗が勝利したため、信長は北家宗に多宗派を非難しないよう約束させた。これも宗教勢力を抑えるための策だったとされる。信長が本老寺の変で死ぬと、彼の家臣の豊臣秀吉が実質的な後継者の座についた。秀吉は概ね、信長の路線を引き継ぎ、 自身に敵対した根ゴ寺や高野山を屈服させた。さらに有力寺社を大阪城の城下町へ引っ越しさせたり、総兵の影響力が大きかった山和に弟、豊臣秀長を派遣したり、刀狩り、総武事例によって寺院の武装解除を大きく進めるなど、寺社への統制を強めた。寺院の統制と武装解除は続く、江戸幕府でも大きな問題として引き継がれていく。 ルイス・フロイスが1585年に表した日曜文化比較では、この時代の仏教寺院の堕落が指摘されている。豊臣秀吉の死後に牽成を掌握した徳川家康は寺院諸法徒を制定し、自社奉行を置き、仏教を取り締まった。人々を必ずいずれかの寺院に登録させるようにし、寺受け制度、布教活動を実質的に封じた。鎌倉仏教にとっては、 段下制度によって全国に寺院が作られたことで全面展開がなされた。当時最大の仏教勢力であった浄土新宗の本願寺は東西に分裂させられ勢力を弱体化させられた。全国の主言道は正五院を本山とする本山派と第五寺を本山とする東山派のいずれかに属するように規制された。また、朱子学や国学の立場からの廃物論も起こった。 1665年に、江戸幕府は、漢文院地と、初修人ハットの制定を行い、仏教寺院に寺業を安堵する一方で、さらなる統制、断化制度を行った。幕府は、学問を奨励したため、各宗派で、段林、学寮などと呼ばれる学校が整備され、教学研究が進んだ一方で、審議、意義は禁止された。江戸幕府が、 日蓮の教義を信じないことを理由に従うことを拒絶した日蓮宗の一派の不樹不正派は近教令のキリスト教と同様に厳しい弾圧を受けた。1654年に来日した民の因間隆起は大幕州を布教している。幕府の辞書政策を担った維新数連天が日々の職業生活の中での信仰実践を説いた鈴木昭三。 独力で大増強を観光した、鉄眼、銅鉱、サンスクリット研究、戒律復興を提唱した、自運、臨在集中校の祖と称される白員らが活躍した。江戸時代後半より、元織の利長を祖とする国学の延長により、明治維新が成し遂げられ、国学的な明治政権が旧長州藩出身者により形成された。そのため、大政奉還により、 天皇に政権が返上されると、新政府の新党重視の政策の結果、全国で廃物希釈が行われ、人員数が減少した。1871年、明治4年に、明治政府は大乗官たちを出し、虚無像が在籍する不家衆を廃止した。また、富士布施派やキリスト教の布教が解禁された。各宗派は、仏教の近代化を推し進め、 宗門大学の設立等の教育活動、社会福祉活動に進出した。近代の政府は、神仏判前令以降、大上官二つや断片的な法令、行政上の通達によって宗教を管理してきたが、統一的な法典としては1939年、昭和14年の宗教団体法が最初であった。 国家神道体制が確立する過程で、神社は宗教ではないということで、広報上の映像物法人として扱われたが、仏教、共派神道、キリスト教の宗教団体は、民法の公益法人を適用されないままであった。宗教に関する法律の必要性は正解においても認識されており、1899年、明治32年には、 第一次宗教法案が貴族院に提案されたが、否決された。1927年、昭和2年、1929年、昭和4年にも、宗教法案が議会で提案されるが、審理未了に終わった。宗教団体法の制定によって、一般の宗教団体は初めて法人となり、キリスト教も初めて法的地位を得たが、監督、統制職が強い法律であった。 第二次世界大戦後、1945年、昭和20年12月28日に宗教法人令が制定、施行され、宗教団体への規制が撤廃された。1951年、昭和26年に宗教法人令が撤廃され、認証制を導入した宗教法人法が制定された。高度経済成長と時を同じくして、 日蓮正宗経信宗教の総価学会や、国家経信宗教の立証構成会などが大きく、勢力を伸ばした。1970年代には、精神世界ブームに後押しされ、密教経新宗教であるアゴン州や新入園が、新調した。1980年代後半には、チベット仏教、原始仏教、ヒンドゥー教等の影響を受けた、オウム神理教が注目された。 1980年代末期から1990年代中期にかけて、オウム真理教は、オウム真理教事件と呼ばれる一連の事件を起こし、これをきっかけにして1995年、平成7年には、宗教法人法が一部改正された。明治維新による強制的な神仏分離が行われる以前は、神道の神とふす一体で混交した信仰体系であった。 日本に仏教が伝来したのは、日本初期によると、飛鳥時代552年とされ、仏は信頼の神として敬われた。六世紀末にはすでに神宮寺を建立したとされ、日本の仏教は当初から神と仏は同じものとして信仰されていた。その素朴な観念は、本時衰弱説として理論化された。さらに、日本史における活気となった戦国時代には、 天と思想による、諸州は一つとする統一的枠組みが形成されるようになった。5. おさむき